神奈川警戒アラートを発動、感染拡大で、本日神奈川県が直近1週間の COVID-19 の新規感染者の人数が33人を超えたとして、神奈川警戒アラートを発動いたしました。現在、神奈川県では主に夜の街において感染が拡大しており、本日43人の感染者が確認されておりますが、神奈川県は 特措法に基づき、県民に対し、感染防止策が講じられていない場所に行かないように要請。さらに、事業者に対し、テレワークや時差出勤など、感染防止策の再確認や徹底を要請しました。ただ、医療機関には余裕があるとして、医療機関に対する対応強化の要請は見送られました。神奈川県知事は、 神奈川県はこれまでの感染観察から感染拡大注意の局面に入った改めてウイルスは身近にあるという意識を持って徹底と用心をお願いしますと説明されておられますが現状各地において主に夜の街において感染拡大が確認されてしまっておりますので 政府にも自治体にもこういった3密が揃っている感染しやすい業種に対し徹底的な感染対策を要請していただきそういった要請が無視されたり徹底されない場合は罰則付きの法改正も行いこのような特定の業種においてこれ以上 感染拡大が続かないように対策を講じ続けていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。